ゆっくりやってください。ゆっくり。このここストップストップストップ。この瞬間ってこう。はい、こんにちは、中川です。今回はですね、パスランで縦カットしていくプレイヤーに、パスを出すチャンス、これを結構逃している選手が多いなということで、そのパスをどういうふうに狙っていくかっていう、あの見方とかですね、パスの出し方、これについてご紹介します。で、試合でよくあるのがですね、まあ、このようにちょっとゆっくりやってもらうんですけど、パスして切れてるのをちょっとこう、まあ、今のようにちょっとこう、ズルをしてですね、もう手だけで守ってうまいこと守られちゃってるみたいな、そういう光景になってることが意外にあります。ちょっとライブでお見せします。このように切れるんだけど、あ、なんか出せそうでこう出せないみたいな感じで、もう目を切って次の方にプレーをやっていく、ちょっともったいないんですね。今のは自分の感覚でも2点取れそうな動きなんですよ。で、何が起こってるかというと、この瞬間がチャンスです。ゆっくりやってください。ゆっくり。このここストップ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 。この瞬間ってこうディフェンスも見てないんですよね、こっちを。で、切れている選手とは目が合ってます。なので、そのスポットにこう立体的にでもいいのでパスができれば、これスコアになるんですね。ちょっとライブでお見せします。この奥手前で狙えなくても、この直線上で奥で狙えることがあるので、これを見逃してほしくないんですね。はい、ゴーですね。こういう形で奥が狙えますんで、絶対このポイントを、ついていってほしいですね。それでは、もう一度ライブでお見せします。このように切れて、そうですね、そう、 OK、 ナイス、グーですね。今のようにちょっとパスがタイミング遅れても、ディフェンスが見てない時って結構狙っていけますので、しっかりカットしていくプレイヤーとホットラインを合わせてですね、目線を合わせて、ぜひ見逃さないように、パスを狙っていってみてください。それでですね、今回はまあ、カッティングしていくプレイヤーに対してのパスの狙いどころ、出し方ということで、ご紹介させていただきましたけれども、この動画の説明欄でですね、それとはまた別の1対1の4つの実践的ドリブルムーブですね、これかなり試合で使えるんですけれど、これをプレゼントさせていただいております。登録フォームが、この動画の説明欄にありますので、そちらからご登録いただいて、動画をゲットしていただいてですね、あなたの大切なゲームでご活用いただけたらと思います。それでは今日もこの動画をご覧いただきましてありがとうございました。